突然ですが、あなたはコーピングを知っていますか？そしてコーピングをしていますか？皆さんこんにちは、荻上チキです。さまざまなテーマについて話していくチキズトーク、今日はコーピングをテーマに取り上げたいと思います。コーピングというのは心理療法に使われる言葉の一つで、対処法というような意味を指す言葉なんですね。私たちは日常の中でいろんなストレスにさらされています。そうしたストレスにさらされた時に、場合によっては心の調子を崩したり、体の調子を崩したり、なかなか日常がうまくいかなくなったり、あるいは、イライラした結果他人に当たるなどの行為をして関係性を崩してしまうということが起こりうるんですね。そうしたようなことにならないために、コーピングということを行うことによって心の調子を整えていく、こうしたことが心理療法の中では取り入れられているんです。ここに一冊の本があります。折れない心がメモ一枚でできるコーピングの優しい教科書という本です。これはいろいろなコーピングについて書かれた本の中でも一番わかりやすい本じゃないかなというふうに思っています。コーピングというのは認知行動療法というセラピーの手法のうちの一つにも位置付けられていまして、どういったことなのかというと、いろんな刺激がある中で特にその人のストレスになるような現象というのがあるんですね。そうしたストレスにあった時に人は認知を変える、つまりそんなストレス大したことないとか、相手は別に自分のことを責めているわけじゃないというふうに認知を変えるという方法もあれば、そのストレスを受けた時に、対処法を取り入れることによって対応を変えていく、ストレスを受けた時の行動を変えていく、そういったようなやり方が両面あるわけですね。でこのコーピングというのは認知面でも行動面でもそれぞれのやり方があるということになります。例えば皆さん仕事をしている時にちょっと疲れてきた、そろそろ疲労を回復させたい、でも仕事あと何時間かある、そんな時に例えば LINE で友達とやり取りをしたり、例えば近くのコンビニに出かけて行って飲み物を買ってきてそれで一服したり、人によってはタバコを吸ったり、あるいはちょっとお散歩をしてきたり、そうしたような対応をしていると思います。それも立派なコーピングなんですね。こういったコーピングというのは日常のストレスを緩和する上で誰もがやっているとても重要なものです。でも実は状況などによってこのコーピングのレパートリーが少なくなったり、コーピングレパートリーが通用しなくなってしまう人というのもいるんです。そういった状況になってしまうと、いろいろな精神的な病に陥ってしまうことも少なくないんですね。例えば僕も数年前にうつ病になりました。うつ病になった時はコーピングレパートリーが本当に少なく、貧しく、具体的な対処がほとんどできない状態になっていた。ベッドから動くことができずにずっと寝っぱなし、でも寝るというのは充電ではなくて自分にとっては漏電だったんですね。ずっとしんどい状況が続いていく。そうした中で一歩ずつコーピングを増やしていくということができることによって、なんとか生きるということを続けることができたんですね。例えばお茶を入れて飲む、温かいお湯を沸かしてお茶を立てて、それをじっくりと味わって飲んで体が温まっていく様を実感していく。例えば嫌なことがあった時にそれをメモをしておいて、次に友人に会った時にそのメモに基づいて話を10分間集中的に聞いてもらう、そういったようないろいろなやり方を取ることによってその人のストレスというのは緩和されていく。どんなコーピング手段がその人に合ってるかというものはまた人それぞれだと思うんです。でもよく認知行動療法の世界で言われるのは、コーピングは質より量、とにかくたくさん、細かなものでもいいので水増ししてもいいので、たくさんの手段をストックしておきましょうということが言われるんですね。この本の中でも例えば行動的コーピングとそれから認知的コーピングというものに分けてですね、認知を変えるためにどうすればいいのか、それから行動を変えるためにどうすればいいのか、そのレパートリーが山ほど書かれています。で、例えばお茶を飲むといった時に、僕の場合は緑茶を飲む、紅茶を飲む、それからアップルティーを飲む、ピーチティーを飲む、それからほうじ茶を飲む、三品茶を飲むなどなど、いろんなお茶をバリエーションを分けておくことによって、今日は何々茶でコーピングというようなコーピングの種類を水増しすることができるんですね。でもこういうふうに水増しすることによって、いろいろな日によって違う気分というものにより良いケアをすることもできたりする。で、重要なのはこういったコーピング手段を目標100個以上メモをしてみるということなんです。そうすると自分にどんなコーピングレパートリーがあって、どんなコーピングレパートリーが少ないのかということもわかる。で、例えば友達に話すということがコーピングになる人もいれば、人と会うのはしんどいから一人でいて何かをするということがコーピングになる人もいます。ただ一方で僕もゲームとか映画とか漫画とかインドアでする趣味というのはたくさんあるんですけれども、それらをやる体力がないから人に助けてほしいというような時のコーピングも必要になる。
でもかつて友達が少なかったので人に助けてもらうコーピングというのがやりづらかったんですよね。そうした時にそういったコーピングを長期的に増やすことを目標に据えてどうすればいいのかということを考えることもできたりするわけです。職場によってはあるいは、その人の環境によってはこういったコーピングが周りで禁止をされているという状況もあるかもしれません。わかりやすくは学校の校則、学校ではゲームとか漫画とかスマホとか持ち込み禁止ですよね。あるいは他のクラスの教室に入ってはいけない、休み時間でも廊下には物を取りに行ってはいいけれども他のクラスの友達と話してはいけない、あるいは5分前行動で休み時間とも言えども、なるべく自分の机と椅子で過ごさなくてはいけない、そういったようなことがルールで設定されているところ多々あります。そうするとこれは学校の校則によってコーピングが禁止されているということにもなるわけですね。そうした状況というものは実は子どもにとってあるいは、学校の先生を含めて同じようなルールがある職場だったら、労働者にとって非常にストレスフルな状況を作っているというふうにも言えるわけです。このコーピングという概念を知って自分がどんなコーピングをしているのかということ、どんなコーピングが必要なのかということを把握をしていく、そしてコーピングが許されやすい環境とそうじゃない環境に敏感になっていく、こうしたようなことを重ねていくことによってより過ごしやすい社会というものを作っていく、過ごしやすい自分の時間というものを確保していく、そういったことができるようにもなってきます。ぜひとも皆さんもコーピングレパートリー、自分にどんなものがあるのか、どんなものを増やせるのか考えてみてください。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。